皆さんこんにちは、のんです。今回は先日引退が発表された国領一平選手を見に滋賀まで行った Vlog をお届けします。行きも帰りもいつもお世話になっているピンクのバス、ミラーエクスプレスさんのバスで行ってきました。こういう感じでフードをかぶると頭が隠れるのでとても快適に寝て過ごすことができます。よく街中で見るこのピンクのバス、往復割引だったり学割もあるのでぜひ利用してみてください。京都駅から近江八幡、八日市と2回乗り換えて近江鉄道に乗りました。いつも土日だとこのワンコインスマイルっていう500円で1日乗り放題の切符があるので、2年前も確かそれを利用したのかな。これを使って行きました。近江鉄道からの景色はこんな感じで、とても自然豊かで落ち着きました。試合まで少し時間があったので、ちょっと寄り道をしてからスタジアムに向かいたいと思います。皆さんこんにちは、のんです。今日は10月7日のベイラック滋賀対クリアソン新宿の試合を見に滋賀県までやってきました。今はトラボーマ駅に来ました。1時間に2本しか運行していない近江鉄道に乗って来ました。これからはトラボーに行っていきたいと思います。トラボー前の駅は無人駅でした。私が中学時代に通学に使っていた電車も無人駅だったので、とても懐かしい気持ちになりました。1つ目の門までまずは10分ほど歩きます。飛田くんを発見しました。滋賀県東近江市は国領選手の地元です。今向かっているタロボーの階段が700段ぐらいあるんだけど、そこでトレーニングをしたと聞きました。登ってきます。実際階段を目の前にした時はこれ登るんってぐらい階段がすごい長くて、でもせっかく来たところだし一回は頑張って登ってみようと思って一人で登りました。タロボーは商売の神様や商運の神様として知られているようです。サッカーにも良さそう。今回滋賀に来るきっかけとなった国領一平選手はバルセロナ時代に好きになって約7年経ちました。視野の広さだったり左利き特有な正確なキックだったり、中盤が私は好きなので魅力に惹かれて今も応援しています。こんなところにも飛田くんみたいなのがありました。かわいい。国領くんが今年あまり試合に絡めていなくて、一度もプレーしている姿を見ずに引退されるのは嫌だな、後悔するのは絶対に嫌だなと思って今回滋賀に来ました。引退を予感していたわけじゃないけど、なんか絶対に行かないと後悔するって思ったので、今回は滋賀に行くことを決めました。私の好きなももクロちゃんたちも過去にライブをしていたので、サインだったりこういった展示があってとても嬉しかったです。こんな感じで滋賀県の景色が一望できました。夫婦岩っていう岩もありました。ここで焼いてるんですか？そうです、そうです。遠くから来はったの？あ、そうです、横浜から今日来ました。ここのためにどっか寄って？そうです、サッカー見に来て。はい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 。レイラック滋賀が今日試合あるので。どこの近く？東近江スタジアム。あ、そうです。え、マジですか？大学前駅で降りて、
これから行くので。はい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 。ほなね、あの近江鉄道で乗って。あ、そうですそうです。すぐですよ。はい。はい。だから通り道に来てみようと思って。残ってみようと思って。はい。それはそれは。で、この金賞ってこれは何ですか。一応これでいただいとくんです。うん。お姉さん生まれる前ぐらいちゃいますか、これ。2002年生まれです。そうでしょ。はい。89年。うわ、本当だ。前ですね。すごい。3本で買おうかな。はい、3本で販売してます。はい、3本でじゃあ、はい、お願いします。タロゴの方でいいですか。はい。はい。これも出会いですからね。はい。はい。あ、美味しそう。大学生さん。そうです。2年前にもそのサッカー見に来てて、うんうん、ここに来てたの？あのタロボはその時は来なかったんですけど、うんうんうん、もう次来る時来ようと思って、うん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 、2年越しに。2年前やったらまだコロナの途中じゃないですか。そうですね。まだ。でもサッカーもう試合はしてはった。2年、うん、多分2年前。大学1年生か2年生ぐらいの時に来て。だったので交通の便悪いでしょ、ここ。車ないと大変ですよね。そうでしょ。はい、一人で、うん、なんか電車乗り逃さないように。そうでしょ、はい、だって1時間に多分あっちのスタジアム行くんやったら1時間に1本か2本ぐらいじゃない。1時間に、そうですね、うん、それぐらいなので。あ、また同じようにもあの戻したらね、持って帰れますので、ね、はい、ありがとうございます。で今食べはると、あのお団子は熱いんでトロトロなんですけど、はい、持って帰って食べるともっとお団子キュッと締まって、ね、うんうん、また食感が変わるんで。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。濃厚でトロトロなみたらしと出来たての柔らかいお餅がマッチしていて本当に美味しかったです。滋賀の景色は結構山に囲まれていたり畑があったり、地元長野と似ているところがありました。ちょこっとタクシーっていう予約制のタクシーもあるみたいです。大学前駅で降りて布引グリーンスタジアムに向かいます。スタグルもかなり充実していました。私はこのあいがけカレーを食べました。この日はこんな感じでめちゃくちゃ風が強かったです。応援している国領選手はこの日もベンチ外でした。カレーはスパイスカレーとグリーンカレーが半分ずつ入っていて辛さもちょうどよくてとっても美味しかったです。広報の長いなと思ってました。え、いいんですか。髪あるんで、まだ浅いです。こっちちっちゃい髪もあるんで。結構似てるよね。すごい。広報の全員分あるんで。はい、え、すごい。なかなか言いませんよね。こんにちは。すごい、こういうのもあるんだ。あります。すごい。見すぎだよ。気づいたら俺らしか。ほんまに？あ、もう一応終わり。一応時間は来てる。あ、ありがとうございます。はい、とりあえず、一平くんの。ここが。あ、すごい。ありがとうございます。すごい。ありがとうございます。勝手にイメージを。選手も全部出てきてサインとかするんで、もしよかったらサインもらって、これ提供くださった方があるので、乾いたらここ入れて持って帰ってもらったら、あのよかったら自由にこれもお持ちください。ちょっとありがとうございます。あれです、ね、あのご自由にお持ちください、ね、ありがとうございます、はい、すごい。それか3枚なのか、最後のだろうかな。なんかあの両方あのこれよかったら提供してくれはる方があって、すごい。え、じゃあここにサインとかもらえば、ね、勝手に名刺。
だけどちょっと試合後にサインもらって完成させます。歌ができました、ね、すごい。もっともっと欲しいなったら試合後もずっとこうやって出してるんで、はい、ありがとうございます、はい、この日の対戦相手はクリアソン新宿でした。元バルセーラの佐野翼選手もスタメンで出場していました。お互いまだ昇格の可能性を残した2チームだったので、とても熱い一戦になることが予想されていました。していて一番印象的だった試合は2019年8月4日のホーム北九州戦でした。
私が当時高校3年生で受験生だったから、試合に開幕戦とこの試合に2試合しか行ってないんですけど、そんな全然現地に行けなかった中でも目の前で決めてくれたゴールが本当に印象的でした。グローリーチャンネルのグローリーです。もうセンスのあれじゃないね。YouTube なんです。髪型はなんか変更の公式を見たんですけど、公式のリリースで8ミリ伸びたってなってたんですけど、はい、やっちゃいましたね。あれ完全にめっちゃ綺麗に沿ってもうたね。これあれ1ミリです今。ってことは変更の変更、あ、もう一回今日リリース出します。はい、いいと思います。切りますね。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。え、今幹線の Vlog 回ってる感じ？そう、幹線の Vlog を。いいですね。ぜひ滋賀を皆さん来てください。結構面白い場所なんで。はい。私2年ぶりに来て、今日も勝ち試合で。いい感じですか？めちゃめちゃいい感じです。よかったです。はい。あのボール投げようとしてるところとかも動画撮ってたんで。あ、マジですか？はい。また。ほんまあれメンバーだけしか撮れへんだし。あれあれ。あのメンバーだけしか投げられない。いや今日結構特別な日です。あ、特別な日。また応援来ます。はい、お願いします。ありがとうございます。お願いします。違う、こっちの方行かない。